石川幸太郎は、日本のアナウンサー、キャスター、リポーター、ディレクター。東京都出身。81プロデュース所属。コミュートリシマリ役。妻はアナウンサーで、世田谷区議会議員の石川直美。私立明治学院高校を経て、日本大学芸術学部卒業後、1993年4月、NHK 入局。コーチ 大分、松山、東京ラジオセンター、東京アナウンス室に勤務し、地域情報番組、生活情報番組、阪神淡路大震災、新潟県中越地震、中越沖地震、東日本大震災等の多数の災害報道等を担当。1998年、大分市、塚公平劇団韓国公演を取材し、 現地からの生中継にとともにラジオ40分ドキュメンタリー番組制作で NHK アナウンス室長賞を受賞。2011年8月 NHK を退職しフリーとなり妻のナオミが設立した人材育成会社コミュートリシマリクに就任し絆をテーマにした朗読絵本メオト朗読就職活動小学生を対象に放送業界についての 定期的な講演、朗読等の活動、企業創立記念イベント、結婚式、出版記念パーティー等多数の司会、コミュでの他に2017年から、専属学園音楽、大学声優アニメソングコースでも、講師を務めている。2014年1月20日、81プロデュースに所属。2017年7月22日、NHK 総合テレビアニメ、ザ・リフレクションで、 声優デビュー。A.B. 石川光太郎プロフィール講演以来。コム講演会の講師紹介。ペルソン。2014年10月4日閲覧。株式会社コミュー2017年7月20日のツイートフェイスブック。ありがとうございます。